はい、菅さん、回りました。おはようございます、菅健太。いやアップから始まりましたね、菅さん。アップ、今日ちょっとね、あの待ち合わせ場所をお互い間違えてて、監督とね、監督は多分駅からドンやりたかったんだけど、これね、ドンできないところ、ね、押してるから。押してますか？押してるよ。今日休みですよね。今日休みですよね。休みじゃないだろうが。これやってたからこの前ファンイベントの時に夏っぽい企画をちょっとやってほしいっていうリクエストとかがあったので、ちょっと今日はチャレンジ系に当たるんですが、夏っぽいことをしてもらいたい。ただ、はい、チャレンジだと思う人もいれば、チャレンジじゃないと思ってる人も。そうです。どういうこと？ご褒美とか、じゃあこれチャレンジ企画ってなったら、僕と菅さんとの対決みたいなことじゃないですか、うん、これ対決一切ないですよ、今日。あ、なるほど、はい、なんだろう、スイカとか果物系できましたね。かき氷、さっぱり系の。おお、流しそうめん、食べ物なんだもんね、もうね。もう食べ物、人によっては食べ物じゃないっていうかもしれない。え、そんなものを食うんですか？はい、っていうところなんで、早速とある場所をバビってますんで、じゃあ移動しましょう。チャレンジ大成功します。はい、菅さん、回りました。この建物のですね、焼肉ですか？おお、いい感じです、ね、美味しそうでしょ。そうだ、やっぱ夏といえば沖縄よ。そういうことです。え、沖縄。ああ、俺めちゃくちゃ好きなんですよ、沖縄料理ね。菅さん、前沖縄では映画撮影しましたね。うん、まあそんなこんなで、じゃあお店に行きたいと思いますので、エレベーター押してください。おいおい、ちょ、違うんですよ、これすいません、ここの押して。あ、上行くの？まあ、ただすんなり下行くとつまんないから、まず、お、寒っ。寒い。1階でしょ、ビーチじゃない？間違えた、間違えた。ちょっととりあえず降りますか。とりあえず降りんだよ。そうそう、ここなんですけど。沖縄じゃない？いや、もう分かってるけどね、なんとなく。あ、危ない。ねえ。さあ、そうそう、回りました。はい、お店にようやく入れましたですね。沖縄料理、沖縄料理は、沖縄料理はこの後散々食ってください。あ、刀削麺、夏限定とかありますよ。すいません、なんとなく薄々分かってると思いますが、後ろひっくり返してもらっていいですか？それもうこっちカメラ映ってる。はい、すいません。味覚石焼き麻婆豆腐。夏ということなので、辛いものか、辛いものを食べて汗をかいて、ね、逆に辛いものを食べてさ、健康になりましょうっていう。で、まあとりあえずじゃあもう注文しましょう。初心者の方は 激辛がおすすめですって書いてますね。薄辛だ、薄辛、激辛がおすすめです。薄辛だ、激辛一つと、薄辛中辛ください。はい、情報的には、うん、結構辛いらしいですよ。この顔めちゃくちゃ見せたい、みんなに。辛いものってどこまで食べたことあります？好きだけど、はい、仲本仲本ないんだよね。北極とかで小翼ある、はい、そうないんだよ、多分。何でサクッと食べ、あ、すごい落としてる。ちょっと待って、中辛、中辛、中辛、はい、結構中辛です。え、嘘じゃん。あ、美味しそう。え、嘘じゃん、そ、マジで中辛でしょ、これ。監督、飛んだ、マジ飛んだから。俺と同じぐらい服になんかつくの嫌がってる。ちょ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 、白なのに、マジ白なんで来るの？なんで来るんすか？知らないの、この企画。うわ、すごいよ。うわ、届いた。え、中辛でしょ、これ。中辛です。豆腐丸々入ってるの、豆腐すごい。監督、違う違う違う、鼻が痛い。これね、これ、うわ、すっごい山椒。わー、食べたいんだけど。無理じゃん、これ。一口できない、やっぱって。菅さん、なんか嫌な音が聞こえます。なんか嫌な音が聞こえます。めちゃくちゃパチパチ言ってる。あ、でも、ま、あ、ちょっと待って、おかしいって。なになになに。いやいや、待って待って、ちょっと待って。うわ、やっぱ
さん逃げちゃダメです。頑張って。石田さんやばい。息が吸えない。やばい。これ無理じゃないね。お近づけすんじゃねえよ監督。ね、見てこれ。麻婆豆腐ってこんな硬い。店長もめっちゃむせてたから。いや、それかき混ぜるのはやっぱ大変でしょう。まあいいですよ、米と一緒に食べて。吉川さん、いただきますって。ダブルパネル、いただきます。はい。俺でもこんな、まあ、そっくらいで、そうっす。どうですか。あー、辛っ。静かに。痛い。すぐ辛さが来ないときあるじゃん。すぐ来る。監督食べてますよ。いや、中辛やだって。監督行くよ、ほら。監督行った。で、マジで食えない。監督が急になんか暴れだったよ。大丈夫。鼻水だ、めっちゃ出てる。見てこれ、もういいよこれ、モザイクなし。めちゃくちゃ知らない間にめちゃくちゃ鼻水出てたんだけど。ちょっと待って、俺びっくりした。これ人の構造だよこれ。監督、中辛完食。美味しいです。薄辛ですよね。これで薄辛の名前なんですか。これが薄辛です。うまい。あ、おいしい。あ、でもやっぱり、ね、食ってるとちょっと辛いよ。辛さの中に甘みがあるんですよ。四川系の味。あー、ごめん。山椒ということで、すいませんでした。チャレンジは失敗という形で、まあとりあえずここはじゃあもう締めていただいて、須賀さん。それでは本日の須賀チャンネルはここまで。よかったなと思いましたら、いいね、高評価、一緒だ。いいね、高評価。同じです。チャンネル登録。伝説を作ろうぜ。